久保さん、この話題はお互いにめちゃめちゃ感じるものがありますよね。<laughs> 湧き出てくるものが永遠に話せそうだなっていう、この人を雇用するっていう問題。<laughs> いや、これはね、僕はもう申し訳ないですけど、やらないですね。うん、ここはもう決めてることなんで、絶対やんないですよ。うん。もうね、もう後悔したくないというか、後々その、リスクの方がでかいので、 うんそのリスクは負いたくないですね、うん。雇用するリスクっていうのは、めちゃくちゃ、リスクの中ではかなり高いんじゃないですかね。いろんな要素が入ってるんで。うん、やんないですね、うん。まあ一番いいのはやっぱね、僕は、まあ行き着いたのは一人企業で一人で全部やるっていう。 うん、まあ、あのー、外注っていうのは別にまあいいのかなとは思うんですよ。まあその、うん、仕事に対して仕事が納品されたら金払うんで、まあ従業員とかバイトは時給、まあ基本給ってやつですよね。別に働か、働いてなくても時間給を払わないといけない。寝てても時間そこにいたらお金払わないといけない。売上上がっていなくても基本給払わないといけないっていう。でも外注の場合は、 納品してもらって払って、その納品したものがちゃんと良かったら払うっていう、まあ、契約が多いと思うんで、まあ、これはこれはまあまあ悪くはないんですけど、結局、でもその外注さんとのやり取りの時間がめんどくさいんで僕は、やんないですね。全部一人でやっちゃいますね。うん、まあこれは人それぞれだと思いますけど、うん、僕はもうこっちのスタイルの方が良かったなっていう、最終的に、うん、やってみて。うん、ほんとね、 あの精神的なストレスがもう全然ないですよねだってやることやればいいんですよ自分が自分がやることやればいいだけなんですよでもうん従業員を雇うとやるべきことはもちろんやるしあのなんだんとりあえず増えまくります増え時間増えまくりますお金も減るし時間も増えるっていう ね、従業員に指導しないといけないですから。教育していかないといけないし。で、教育して辞めるじゃないですか。で、またしや雇うっていうね、面接する時間だったりとか、あね、求人出すっていう時間だったり、お金だったりとか、面接する時間、そしてまた、ス01スタートですよね <laughs>。これはね、きついですね。うーんなら、まあ、あのー、手取り14万の人に関しては、多分、うーん、 こう思ってると思うんですね。なんだこのクソ安い、なんだ、給料で働かされて、あのー、こき使いやがってブラックみたいなね。うん。でも自分が人を雇用するっていう側で考えたことはあまりないんじゃないかなと思います。考えてほしいんですけど、自分がもしそう思ってるんだったらですよ。ふざけんなこのクソい、クソ安い手取りでね。 俺をこき使ってって思っている従業員をあなたが雇ってるんですよ。このれ、この負の連鎖、どう思います自分が手取り14万、ふざけんなこれしかもらえなくて、こんなんじゃ生活できないよ、もっと給料払えよって思ってるわけじゃないですか。思ってるとしましょう。で、そんな思ってる人はあなたが雇用してるんですよ。で、あなたも思ってるはずです。お前14万ね、ただじゃ、 お金14万降ってこねえぞと。お前14万の仕事もしてないのに、何なピーピー言ってんだって思ってるかもしれないですよね。<laughs> だって本当にね、14万も上げたとしてもね、それ以上の見返りが会社がなかったら赤字ですからね。毎月毎月14万赤字ですよ。お金って本当降ってこないですからね。もう結構ね、だから、 うんなんかそのお金を稼ぐっていうことに関して、みんなやっぱね、給料をもらうっていう、やっぱマインドというか考え方常識なので、やっぱね、なん、なんなんですかね。あの、結果を出しに行くというか、お金を稼ぎに行くっていう、なんか気合いがないんですよね。まあ言っとけば給料もらえるんで。うん。何が何でも稼ぐっていうね。 うん、これもう本当にマストで大事だと思いますよ。何が何でも稼いでいくっていう。どんな状況でも稼いでいくっていう。うん。吉田ンさんだからできたんでしょう。久保さんだからできたんでしょう。それはどんな状況でもただやるべきことをやったからなんですよ。うん。さっきもね、メール来てね。あのね、ちょっとお金がなくて、ちょっと無理ですって言ってた人が連絡ありまして。 30万円入金されてましたね。すいません。手取り14万の人申し訳ないですけど、も30万ですね、僕。今日。今日は僕はあの、なんだ、ラーメン食ってたんですよ。<laughs> ラーメン食ってたら <laughs>、メール来てね、あの、振り込みました、みたいな。うん。でもこれもね、僕が、じゃあ、あの、やるべきことをやったからでしょ、単純に。 でやるべきことをやって、そのお客さんに伝わったからですよ。じゃあ、ちょっとメッセージを見上げましょうか。おはようございます。吉谷様とお世話になります。吉谷さんの講座を学びたいから思い切って、えー、入金しましたと。初めて吉谷さんのことを知ったのは、背取り。情報発信の本を手にして YouTube を見てからです、えー。絶対に情報発信して成果すると決めています。情報は何を発信するかわからないです。よろしくお願いしますと。 うーんこういうねなんだろうな従業員の場合はあのまあ久保さんも言ってましたけどめんどくせえですよね <laughs> し研修とかどうっすか、まあ、研修めんどくせえなみたいなね、えー、どうですか僕はこの今こういう仕事やってて思うことが やる気がある人がね、お金払ってまで勉強したい、吉谷さんから学びたいって言って入ってきてくれるわけですよ。もう全然教えるよ。全然教える。<laughs> うん。そう。吉谷さんの講座を学びたいから思い切って入金しましたと。僕から学びたいと。でもどうすか手取り14万。わかんないですけど、従業員の人。めんどくせえなー、みたいな。何研修ってみたいな。<laughs> それに教えるんですよ。 給料払って、時間使って、どうすか。もう絶対こっちの立ち、位置ポジショニングが僕はいいと思うんですよね。ね、久保さん。よくないですか。お金払ってやる気、久保さんから学びたいです。速乾塾で学びたいですっていう人がお金払ってね、くれるわけじゃないですか。もう教えがありますよね。めちゃくちゃ。<laughs> 全然サポートするよっていう。全然やるやるっていう。応援するし、サポートするし。 でもちゃんとやるべきことやってねっていう,そう。やるのはあなただけどねっていうのは言っとき、いつも言うんだけど。うん。まあまあほんとね、もう僕はラッキーだなぁと思うのが、その失敗と、失敗というか苦労ですよね。本当に僕は、あのー、まあ久保さんは苦労っていう言葉を使わないかもしれないですけど、僕は従業員に関してはめちゃくちゃ苦労しました。スタッフに関しては。もう苦労でしかないさ、あれは。あ 苦労、苦、苦悩ですね。苦労というか苦悩ですね。従業員問題は苦悩でしたよ。いろいろ、しかも会社で本当にいろんなことやりましたよ。で、一回その、従業員の中で派閥ができて、もうぐちゃぐちゃになって、で、まあ、あの、それを収めるためにね、僕、坊主にしてって、坊主にしてってちょ、まあ、朝礼やってたんですけど、朝礼で、あの、そのね、争ってたメンバーの、ね、 ちょ代表前に出して、喋って。まあこれまとめられなかったのは、もうこれでちょっとやめましょうと。これまとめられなかったのは僕の全部の責任なんで、と。僕の責任ですと。あの、みんな悪くないから僕の責任だから、もうとりあえずちゃんと仕事しようと。で、殴れと。で殴って、とりあえず終わらせろうと。殴れと。これね、ドラマじゃなくてマジでやってましたからね、僕。 で、従業員もさすがにね、本気で殴れないから、まあバーンってぐらいで終わりましたけど。まあそういうね、テレビドラマかわかんないですけど、そういうこともマジでやってましたからね、僕。いや、ほんと大変だったね。うーん。だからもう他話せばキリがないほどいっぱいありますけどね、もっとね。<laughs> うーん。 まあでもでもその経験が今に生きてるのでまあ、僕はありがたいなっていう思いますけどね今の僕があるのはそういうその苦悩を経験してきたからこの圧倒的に一人でやりきるっていうもう究極の,このマインドっていうかねセ,セットがされたんでもう人,人と群れない人に頼らないっていう人と群れない人,人に頼らない人に人と関わらないというかね うーんその人に期待しないというかね、うん。要は自分の期待値を上げる、自分の価値を上げていく、自分がやるっていう。もうこれが最強だと。うん、で、あとはインターネットの仕組みをつく、スキームを使えば、まあ、久保さんもそうだと思いますけど、久保さんがね、入院したとしてもですよ、まあ、動画がね、まあ、1週間アップロードできなかったとしても、アクセスは来てるだろうし、僕もそうですよ。多分、1ヶ月動画をアップしなくても、アクセスゼロってことはまずないですから。 うんだからお金が稼げる仕組みっていうのはやっぱインターネットあるので、まあ僕が寝てても、久保さんが寝てても、久保さんが遊びに行ってても、僕が遊びに行ってても、勝手に動画見られてますからね。まあこのお客さんも結局その勝手に僕の動画に行き着いて勝手に見てくれてファンになってくれて、吉田さんから学びたいですってなってるわけですよ。僕このお客さんに一度まれ30万円この人入金してますけど、僕一度まお会いしたことないですからね、これ。一度もお会いしたことないです。顔も知らないです。 でも向こうは知ってますよ。僕の動画多分いっぱい見てるだろうから。うーん。うーん。まあちょっと動画のタイトルは考えますけども、うーん。人生においてどんな苦悩をしたのかによって人生は変わるんじゃないかなと思います。手取り14万かクソ安いなっていう苦悩をしてるのか、違う苦悩をしてるのかによって同じく、まあ苦悩というか、 単語レベルでは一緒かもしれないけども、うーん全然違う結果になるってことですねうん。本当ね、僕はね、やらないと思いますし、まあその考え方に行き着くことはないと思うんですけど、でもやってほしいですね、一回。そうすれば、久保さんと僕が言ってることはめちゃめちゃわかると思います。もうこの、この話題はね、久保さんがね、多分ね、あの、僕がこの話を話題をすると、多分久保さんも色々あったと思うんで、 多分か、めっちゃ思い出すと思うんですよ。ね。相馬灯のことく、くいろんなことが、従業員とのバトル。<laughs> ね。だからね、これはね、久保、久保リンクですよ。久保さんと僕はリンクする部分ですね。すごく、あのお、ね、場所は違うけど、同じその苦悩を共有してたっていうのがね、すごく僕はわかりますね。めちゃくちゃわかる。 久保さんの僕、マージャン店の、久保さんのマージャン店の従業員さんに会ったことないですけどね。<laughs> うん、そのゲ、久保さんのマージャン店に僕行ったこともないんですよ。だけど分かりますよ。めちゃくちゃ。どういうことがあったのかとかね。うん。これやってほしいですね、一回。これ僕はね、今宝物になってますね、この経験っていうのは。だって普通に、普通に来てたらないですから、人を雇う雇用するっていうのが。 雇用される側がレールじゃないですか。これはね、本当ありがたい経験でしたよね。うん、ありがたい経験って言える今だからいいんだけども。<laughs> ね、ありがたい経験って言えるようになったんで良かったですけどね。今も苦悩してたらこんなこと、こんな言ってるりゅうちゃんのこと言ってられないですからね。<laughs> うん。まあ、あの経験はでも大きかったですね、人生において。普通の人が体験できなかったことですから。 今後も多分体験できないだろうし、体験しないだろうし、自分が起業して社長になって、ね、あのあ、僕ハローワークとかにも出してました。ハローワークただなんですよ。で、ハローワーク結構来ますよ。ハローワークね <laughs>。でもすごい、あんま良くないです。人材的には。でも当たりもあります。でもあんま良くない <laughs>。で、面接ね、してみてくださいよ。今まで自分が面接される側だったけど、自分が面接してみてくださいよ。 まあやらないと思いますけどね。うん。でもね、これねふ、ちょっと切り口を変えるとね、あなたはそんな苦悩をしなくても、苦悩した僕たちの話を聞けるんですよ、ただで。<laughs> もう一度見ますね。<laughs> あなたはこんな苦悩とね、こんな苦労しなくてもねその、それをただで聞けるんですよ。これめちゃめちゃすごいいいことですよ。あとはそれをどう受け取るかですよね。 どう受け取って、受信力ですよね。どう受け取って、どう、まあ自分の人生に生かすのかっていうね。確かにその体験は僕はしないし、したことないけども、久保さんと吉田さんの話聞いてると、いや、なんかすげえ大変だったんだなと。じゃあこれやっぱ自分でやろうと。死去やろうみたいなね。そう思えるか思えないかはね、あなた次第ですけど。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。